今日は二次関数の十。y イコール a かっこ x マイナス p の二乗。プラス q のグラフ。その一を見ていくよ。まずテーマとポイントを確認する前に、一緒に図から確認していこう。この図は。y イコール x の二乗の放物線。中学校でよく出てきた放物線だったよね。そして復習もう一個しよう。この中学版の放物線が高校版では、上にこうぐいっと。持ち上がったり、あるいは。 右や左にグググググッとずれたたりしてきたわけだよねその放物線の式をこれまで求めてきた今回のテーマはこの上にグイーと持ち上がったり右にグ,ググググッとずれたり一緒に起こったらどうなるのかそういう話だよじゃあ先生ちょっとこの放物線ずらしてみるために右手にパワーを込めていくよこれから。うーんよいしょっと ああ成功しましまたそう、y、X の乗今回のテーマはねグラフが斜めにこうずれた時式をどういうふうに求めればいいのかそういう話だよ。ただ実はねみんながこれまでやってきた知識で簡単に式求まっちゃうんだ。例えばこれね今先生が持ち上げたこの放物線もともとの原点の頂点がここに移動した。 右方向には2個そして上方向には1個動いたとすると式はこんな形になるんじゃ最終的な式はね y イコールまず右方向に移動しているわけだから x にマイナスにつけるそして上方向に移動しているわけだからプラス +1 をつける。 右方向に2動かしてるんだから x にマイナスにつけるそして上方向に動かしてるんだからプラス1をつけるそうこれまでの合わせ合わせでいけちゃうんだつまり上方向に動かすときにはこういう式だったよね y=x2 乗そしてプラス1そして右方向に動かす時はこんな式になってたね y x マイナス2の2乗。 ここ赤で書こうかここが2 2マイナス二の二乗だったマイナス二の二乗だっただからこの式とこの式合わせた形にすると今回の斜めが出来上がるんだよポイントでまとめていくとこうなるよ今日のテーマとポイント今日のテーマは y イコール a x-p の二乗プラス9のグラフその一。 まあ一般的な式にするとね、ちょっと難しく見えるけどやることはこうなんだよポイントね Y イコール X の二乗の放物線があるこれを X 軸方向にプラス P そして Y 軸方向にプラス Q 動かすと式はどうなるかというとこう X のところにはマイナスの P がくっついてきてそのお尻に プラス、q、をくっつける X 軸方向に p だとここにマイナス p y 軸方向に q だとここに q こういうふうに式ができちゃうんだ。グラフも確認するともともとのこの y=x の2乗あったとすると x 軸方向にこうして p 動いて y 軸方向に q 動くと頂点がこの位置になる。これだけ確認して一緒に問題解いていこう。 じゃあ例題一緒に解いていくよ。y イコール括弧 x マイナス1の2乗プラス2のグラフをかけ。そういう問題ね。今日の主役はここ。y イコール括弧 x マイナス1の2乗プラス2のグラフね。これはどういう意味を表してるんだっけ？ここに今日の主役を書こう。y イコール括弧 x マイナス1の2乗プラス2のグラフ。 そうみんなにねまず頭に置いてほしいのはこれの元になってるグラフなんだ。いきなりやっぱこの式だと難しいよね。ただ y イコール x の2乗のの乗グラフを動かしたものそう考えるとさ見るべきポイントって2つだけでいいよね。それはまずここ x にマイナス1がくっついてきた。ここれれはは何を意味するこれは これまでにも何回か見てきたよね x ス1がくっついてくると x 軸方向にプラス +1 動かしたグラフだってこと。さらにここ2乗の後にくっついてるプラス +2 は何を意味するのかなそれは2乗の後にくっついてきたプラス +2 というのは y 軸方向に今度は プラス2だ、ね y、軸方向に2つまり上に2持ち上げるそういう意味を表してるんだよねつまり求めたいグラフっていうのはラフなイメージで書くよもともとこういう y=x イコール、x、の2乗の放物線あったとしたらまずは x 軸方向に1次に上 y 軸方向に2動かすんだからこんなイメージだよね頂点考えると これが1そして上に2持ち上がってくるんだから、まあ、この辺だと考えて上に1上に2だとするとこの辺に移動したと考えるとイメージこんな形の放物線になるわけだよね。つまり右に移動して上に移動する右に移動して上に移動するこんな形の放物線のイメージになるわけ。 じゃあここまでイメージつけた上で実際に回答一緒に書いていこうまずはそう y 軸と x 軸から書こうで最終的な答えこのイメージねこのイメージをしながら書いていくよで必要な情報は y 軸 x 軸と原点それから通る点が必要だよねどこを通るか分かりやすいのはやっぱりここ。 頂点なんだよもともと00だったのが今、x、軸方向に 1y 軸方向に2動くんだからこうなるよね頂点というのは00だったのが、x、軸方向に 1y 軸方向に2動くんだから12になる実際にこの式見るとこの括弧の中を0にするんだから x は1そうすると0になって y は2になる 1, ここを通るよね書いていこうじゃあ。 1の時に2だからここを1としよう例えばそうすると2の点はこの辺りになってここが頂点あとはしっかり放物線描けばいいよねで放物線描くのにこんな形になるんだけどもう一個求めておきたいのは y 軸との交点ね x が0の時に y はどんな値になるか x が0の時にはここ 一になって、二を足すから、三になるわけ。つまり。この辺りだとしようか。ここ。これが三。この点を通る放物線だと考えよう。そうすると。書くべき放物線というのは、こういう形になって。頂点を通った後は、再び上昇していく。こんな形の放物線だと、わかるわけね。バイコール。 x-1 の乗プラスこのグラフはこの頂点頂点が1の時2この頂点が1の時2で x が0の時は y は3そんなものを通る放物線だと分かったわけね。今日押さえてほしいのはこのパターン x-1 の2乗プラス2数字が2つくっついてきた。 x にくっついているところを見て x 軸方向に1もともとの y= イコール x の2乗のグラフを x 軸方向に1ずれると思うそしてプラス +2 を見て y 軸方向に2ずれると思うこれをしっかり想像できるようにしようじゃあ練習一緒に解いていくよ今度は y イコール x プララススのの乗マナグフをかけそんな問題だよ。 今日の主役はこの式 y イコール括弧 x プラス2の2乗マイナス1のグラフね。みんなに想像してほしいのはこれを見てね、二つの数字におっときてほしい。まず x プラス2の2乗、ここに来たプラス2、そして括弧の2乗の後に来たマイナス1。ここを見てあ、元のグラフをこう動かしたんだなと想像できるようになってほしい。まず元のグラフというのはこれは。 y イコール x の2乗のグラフでどう動かしたかっていうとこことここ x のところにプラスにくっついてのの後にマイナス1がくっつくこれは x 軸方向にまずどう動かすことになるのかな x の後についたプラスにこれは x 軸方向にマイナスに動かすことになってたよねそしてここ y 軸方向 括弧の二乗の後は、Y. 軸方向に。マイナス一ということになるわけ。つまり X. 軸方向にこう。Y. 軸方向にこう。そういうイメージをして放物線を書いていこう。ちょっとメモ書きしよう。もともとの放物線あったとすると。Y.。それから。X. 軸あって、原点。Y. イコール X. 二乗。もともとこんな放物線あるわけだよね。 今 X 軸方向にマイナス2 y 軸方向にマイナス1だからこう動いてこう頂点考えるともともと原点だったのがこれぐらいの位置に動くわけつまり求めたい放物線の大体のイメージでいうとこういう形になってくるわけだよねじゃあ実際の回答用のグラフを作成していこう、まあ、ラフに書くとこうだけど実際どんな点を通るか定めながら書いていった方がいいよ 今 y 軸があってそして x 軸がある。で原点がある。書くべきグラフというのは大体こんな形。どこから書いていくまずは頂点が分かりやすかったよね。原点00だったものが x 軸方向にス2 y 軸方向にス1移動するんだから頂点というのはこういう座標になるよね。 マイナス2そしてマイナス1これが頂点つまりこちらに書くとマイナス2動いてマイナス1だからだいたいこの辺りだということがわかるわけねマイナス2動いてそしてマイナス1さあ頂点は分かったらあとはどうするうん下に凸な放物線であることはわかっているそして やっぱり y 軸との交点ではね x が0の時どこを通るか求めていくと x0 代入すると 0+2 つまり2人が44-1だから通る点というのは x が0の時に y は4-1つまり3を通る03を通る0の時に3を通るわけだから大体まあ結構高くてこの辺りかなこの辺りの位置を通ると考えよう。 さあこれだけ出てきたらあとは放物線書いちゃえば OK で対象になるように書いていくと大体いいこういう形で頂点を通ったとさらにぐーっと伸びていってこうかなこんな形の放物線書けるわけね y。y イイイコール x プララススののの乗マナグフこれが今日のポイント見るべきポイントはここを見てを軸方向にマイナスに。2 そしてここを見て Y 軸方向にマイナスこれをしっかりと押さえよう今日のポイントをおさらいしよう Y イイコール A X マナスス P ののの乗プラス Q のグラ Q グフその1一般的な式にするとちょっとややこしいけど要点を押さえるとこういうことだよ。ポイントもともと y=x イコール、X、の2乗のグラフがあったとするこういう原点を通る放物だね。 これを、x、軸方向にプラス +py 軸方向にプラス Q 移動すると放物線の式はどうなるかそれは y x ス p の2乗 x 軸方向に p 動かすとしたら x の後ろにマイナス p をつける符号の変化に注意ねそして y 軸方向にプラス Q 動かすとしたらこのの乗の後に q をつける今日はこのね式の変化 X 軸方向に p だったらここがス p そして y 軸方向に Q だったらここが Q 合わせた時も同じように使えるこれを押さえてほしいんだ。